14番篠宮ルナです。篠宮は蓮先輩だけは絶対守るって決めたんでよろしくお願いします。守れねえけどな、このルール守れねえ気づいてた。でもないっすね。えでもさ、ここで蓮くん釣ろうとしたらさ、篠宮どうするかな。後追いしちゃう。うん、やめてくださいだよな。恋人じゃないの。恋人じゃないけどハンターの銃奪ってパンってやかましてワンタール怖すぎる。重いよワンタール重いよ。びっくりするぐらい重いよ。怖い。投票決めるか。あそういいですか。はい、はい、伏せますが役職持ちです。じゃあ頭の片隅に入れておいてあげます。頭の片隅に入れて私の私のことずっと覚えといて、うん、頭の片隅で、うん、ずっと覚えといて、うん、私がこの村からいなくなっても忘れないで、ずっと忘れないでしてほしい。絶対忘れない。私はまこと言うんですか。なんかめんどくさいの来た。めんどくさい認定されてんだけど忘れないだから。恋人がいます。何いいこれは。おいお前ら限界か。ルハさんは思わなかったキュンってなってねえよ。マジか。なんでだよ。全然聞こえなかっただろ。その後が聞きたかったわ一番。心ない心が。ですがセナはのあところ聞きたかったって。マジ？うルナちゃんだったのか。ルナちゃんなんだ。レンルナがいます。レンルナがいます。恋人がいますの。レンルナ。レンルナ。レンルナあります。いっちゃん声出てたな、しのみや。はい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 。わかってきたもん。2戦目の役職は恋人です。相方はルナさんです。確認されましたらお返事かリアクションスタンプお願いします。おーい。ニコニコです。リハーサルの前にしのみやにマウント取ったのにここで来たって。レンルナあるじゃん。レンルナ。仕組まれてますかこれは。公式ってことだよ。ガチで抽選らしい。公式カップの。マジでこれ陰謀でしょこれ運営。とんでもねえ確率だぞマジで。まあ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 。嬉しそう。まあ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 。一応まあまあまあ。負けてんだぞ。おいこいつだけ幸せそうなの許せない。こいつでラップさせようぜ。それでは。順番どうする順番どうする。レンルナ隅で。レンルナ隅、オッケー。あ、じゃあいいいいちょっと、うん、じゃあ脱ゲームされる身で提案をするのは大変恐縮なんですけど、ラップの代わりに、真面目に篠宮に愛ささやくから、それで許してくれ。じゃあなんかロマンチックな BGM とかってないっすよね。3食は食える。3食は食える。お米が食えるわ。めっちゃいいやん、しのびよ。確かに。よかったね。罰ゲームみんな欲しい、なんなら。私もウルハさんに愛ささやかれてぇし。これは個人的にささやいてもらって。来た来た来た、ビート来たよ、ビート来たよ。なんか、じゃあ振りましょうか。お願いします。はい、じゃあレン君のルナちゃんへの愛の言葉はまで3、2、1。オーディション合格した時に DM 送ってからずっと慕ってくれて本当に感謝してます。私の怠惰でペアアイコンを7ヶ月も続けてしまい、これは大変申し訳なかったと思っているんですけど、後輩に慕われることってなんかあんまり、まあ、後輩らしい後輩がエマちゃんと篠宮が初めてだったっていうのもあるけどなかったので嬉しいです。これからもよろしくお願いします。やっぱり今日の恋人の関係が続いていくっていう、そういう感じで。よろしいですか。篠宮生きてる。
そういうことめっちゃニッコニコやんお前もうニッコニコなんだけどニコミヤです。ニコミヤだけどお前この後ラップあるからな。ちなみにやすんって死んだ死んだ死んだって急に真顔やめて大丈夫かな。ちょっと行きますか。心の準備か。ちょっと待ってください。あ、しのみやもお返しする。レン君にどうしよう。どうする。ルナちゃんどっちがいい。ラップかお返しどっちがいい。お返しの方がいいけど。じゃあラップはスミレちゃんこそか。オッケー。じゃあラップはスーちゃんに。お前かお返しに。はい、いっぱいのお返しを、うん、大鳥スーちゃんでお願いします。ルナちゃんからスーちゃんのハードルへ。最悪だよ。まで3、2、1。いや、なんかそんな一後輩のシノミヤのことをそんなデビューの時から気にかけてくれて覚えててくれて、なんか大変でとか言い訳してたけど、シノミヤとペアアイコンしたかったんだなって思って。苦しみ。やっぱり一番の先輩が大好きだなって思いました。なんだこれは。でそう、あ、私ですか。そうですね、まあ、人狼一回ね、人村じゃない、もうちょっと衝撃でちょっとすいません、頭が。どうしたどうした。あれでしょ、レンルナはあります。すいません、はい、今もうちょっとレンルナがあるっていう、クラクラしてる、あの、もう私全然ないかなっていう、レンルナで興奮してる。誰ただのお宅連れてきたの。リスナーおらん。リスナーさん、片隅で休憩しよう。いや、あ、そう、あ、ありがとうございます。やめてもね。あ、そう、さらぎれんです、はい、なんか正直人狼いつもやるときマジで村人でさっさと死にてって感じだったんで、ちょっと今日責任重くて辛かったんですけど、まあ、なんかでもおもろかったです。願わくば恋人じゃなければセクシーアロベニショット受けたかったなって気持ちでした。いや、お疲れ様でした。やっちゃおうかな。セクシーだ。いいかな、ルナちゃん。ダメだよ。ダメらしい。はい、カンサミアルナです。今日はちょっとラップを考えるときにもありがとうしか言葉が浮かばなくて頭が真っ白になっちゃいました。すいません、ありがとうございます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 。そうだよね、そりゃそうだ。